はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は夢の追求というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えばですね、どんな交通手段がいいんだろうというのを考えてみたときに、例えばその自動車がいいとか、バスがいいとか、タクシーがいいとか、もしくはそのね、電車がいいとか、船がいいとか、飛行機がいいとかっていうのをこう考えてみたときに、でその答えっていうのを出すことができるかということですよね。どの交通手段がいいんだろう、自動車、バス、タクシー、電車、船、飛行機、どの交通手段がいいんだろうっていうのを考えたときに、じゃあそれってね、1時間考えれば答えが出ますかと、ね、10時間考えれば答えが出ますかと、ね、1日1週間、ね、1ヶ月考え続けて答えが出るかと。いうことですよね。もちろん出ないわけですよ。答えが出ません。なぜかっていうと、ね、目的地が変われば取らないといけない手段は変わるからですよね。目的地が変われば取らないといけない手段が変わるからなんですよね。だから手段っていうのはそれ自体で、ね、どれが一番優れてるとかどれが一番いいって決めることはできないんですよ。もし手段を決めることができるとしたならば、目的地が決まったら手段を決めることができるわけですよね。ちょっと大事なことなので繰り返しますけど、目的地が決まるから手段を決めることができるんですよ。で、目的地が決まるから手段を決めることができるんですよね。手段が決まったら目的地が決まるわけじゃないんですよ。ね、自動車って決まったからっていうことじゃなくて、ね、どこに行きたいのかっていうのが決まったら手段を決めるということになりますよね。だからもし自分が行きたいのは、ね、例えばすぐ、ね、近くにある、ね、美味しいお店に行きたいと、ね、例えば、ね、自動車で、ね、20分ぐらいで、たどり着くことができる近くの美味しいお店に、ね、行きたいということであれば、ね、飛行機っていうのを選ぶってことはないですよね。ね、自動車で20分で行けるところに飛行機っていうのを選択するっていう必要はないわけですよ。それだったら、ね、自動車とか、ね、バスとかタクシーというのを選ぶということになりますよね。あとはどれで行くかっていうことを決めていくことができるということですよね。しかし逆にですよ、いや行きたいのは海外ですと、ね、例えばアメリカに、ね、そのグランドキャニオンを見に行きたいんですと、ね、私が行きたいのはアメリカのグランドキャニオンですと言うんだったら、今度は、ね、自動車とかタクシーとか、ね、選べないですよね。いやもうそもそも飛行機以外の選択肢を考える必要がないわけなんですよ、ね、だから大事なのは手段じゃないんですね。どうやってじゃないんですよ、ね、どこに行きたいのかっていうのが最も大事で、どうやってっていうのが決まったら、ね、どこに行きたいかっていうのが決まるわけじゃなくて、どこに行きたいかっていうのが決まったらどうやってっていうのを決めていくことができるんですね。だからこれっていうのは人生全般全てそうなんですよ。手段が大事なんじゃないんですね。手段はね、何でも取れるんですよ。どういう手段でも取ることはできるんです、ね、しかし、ね、目的地が決まらないと手段を決めることができないから、まずは目的地を決めるということですよね。でどうやって行くかじゃなくて、そもそもどこに行きたいんですかと、ね、その行きたい場所っていうのが決まったらどうやってっていうのが決まってくるということですよね。でそうしたときに、例えばじゃあね、これをこう人生全般、働き方っていうところまでこう広げていったときに、ね、例えばその金持ち父さんの著者であるロバート清崎さんはですね、世の中の働き方っていうのは4つに分類することができるというふうにね、おっしゃっています。その4つっていうのは、従業員と自営業者と経営者と投資家ですね。従業員と自営業者と投資家と、経営者と投資家ですね。でこの4つの働き方がありますということですよね。でその時にじゃあどの働き方がいいんだろうというのを、ね、考えた時に、ね、答えを出すことができるかということですよね。従業員のがいいんだと、ね、自営業者がいいんだと、ね、経営者がいいんだと、投資家がいいんだと、ね、どの働き方がいいのかっていうのを、ね、結論出すことができるかっていうことなんですよ、ね、できないんですよね。できないんですよ。なぜかって言ったら、その働き方っていうのは手段なので目的じゃないんですよね。従業員として働くことっていうのが目的じゃないんですよ。従業員として働くという手段ですよね。
投資家として働くっていうね、目的じゃないんですよ。手段なんですよね。選ぶことができるわけですよ。で、そうした時に、じゃあそもそもね、どういう生き方、どういう人生を理想として考えているのかっていうことを先に決めないと、ね、働き方は選べないんですよね。少なくてもその最適な働き方っていうのを選ぶことができないわけです。ね、もし、例えばね、じゃあ理想の人生って言えば、ね、なんかね、自分は人と会ったり、ね、直接こう人とね、接するのが好きだから、まあ、接客で、ね、毎日毎日ね、例えばそのね、お客様に直接商品を提供したいとか、サービスを提供したいと。で、それでね、例えばお客様の笑顔を毎日見たいとか、お客様からありがとうというふうに言われたいと。ね、自分はそういうふうにね、人の喜ぶ顔をたくさん見ること、そして人に喜んでもらうこと、笑顔になってもらうこと、ありがとうと感謝されること、それが自分にとっての理想の人生なんですということであれば、ね、そういうふうにね、自分の理想の姿っていうのがあるのであれば、もう働き方は決まりますよね。従業員という働き方が決まってくるわけです。ね、要するに毎日毎日お客様に接することができるのは従業員ですよね。まあ、もしくは自営業者ということになりますよね。少なくても経営者とか投資家ではないわけですよ。ね、少なくても経営者とか投資家ではない。なぜかって言ったら経営者とか投資家っていうのは日々お客様にね、直接接する働き方ではないからですよね。自分の理想の人生と合わないわけですよ。ね、自分の理想の人生は自分は人に会うのがね、好きだから。ね、だから自分はね、毎日ね、お客様のね、喜ぶ顔を見たいと。ね、人からありがとうと感謝されるような人生を送りたいと。それが自分にとっての理想の人生なんですということであれば、もう従業員か自営業者を選んだ方がいいわけですよね。少なくてもね、経営者とか投資家っていう選択肢は取れないということです。仮にそれを目指したとしても、やる気が出ないはずなんですよ。本人の望んでる理想の人生じゃないからですよね。本人は、ね、人と接するのが好きだと、ね、お客様と直接会うのが好きだと、ね、相手の喜ぶ顔が見たいという、ね、のを理想の人生として考えているのに、ね、どん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 、ね、直接お客様に会わない経営者投資家を目指すってことにはそもそもやる気が出てこないはずなんですよ。自分の理想の人生に向かってないですよね。ね、だからその自分が行きたいのは、ね、自分が行きたいのは、ね、すごく近くのお店で、ね、その近くのお店に行っておいしいものをたくさん食べたいって思ってるのに、ね、わざわざ空港に行く必要がないってことなんですよ。ね、だからその行きたい場所によって手段っていうのは変わってくるわけで、一番大事なものっていうのは、ね、そもそもどこに行きたいんですかと、どんな人生を、ね、夢として描いてるんですか、理想の人生として思い描いてるんですかっていうその、ね、目的地、夢というのが一番大事なんですね。で、そうじゃなくて、ね、例えばさっきはね、自分の理想の人生っていうのは毎日毎日ね、その人に会って、ね、お客様に直接接して、で、お客様のね、喜ぶ顔を毎日見たいんだと。自分の理想の人生っていうのはそういう人生なんだっていうんだったら、従業員とか自営業者というふうになりますけれども、で、一方ね、いや、自分は24時間365日を自由に行きたいんだと。ね、とにかく自分がね、行きたい場所に行き、ね、やりたいことをやり、っていうことをね、理想の人生として思い描いてるんだということであれば、今度は従業員とか自営業者ではないですよね。今度は経営者とか投資家なわけですよ。ね、そしたらもう今度は自分が働いてない時間でも、ね、仕事が行われてる、そしてお金が入ってくる仕組みっていうのを作っていくしかないですよね。自分が24時間365日自由に行きたいということであれば、従業員ではもう実現しないですよね。今度は海外に行きたいのに自動車を選択してるっていうような感じですよね。いや、海外に行きたいんだったら自動車じゃないですよねと。ね、いや、それは飛行機ですよねと。空港に行って飛行機に乗る必要がありますよねということですよね。そしたら、まあ、自分が、ね、働いてない時間でも、ね、誰かが代わりに働いてくれる、そういった仕組みですよね。で、そういう、ね、仕組みを、まあ、例えば経営者っていうのはそれを人で作っていくわけですよね。
人を組織化して、ね、自分が働いてない時間でも、結局自分が、ね、組織、作った組織に代わりに働いてもらうことで、まあ、それを実現するということですよね。まあ、その代わり経営者が直接現場でお客様に、ね、接するということはないわけですから、ね、直接お客様と触れ合って相手の笑顔を見たりとかっていうことはないですよね。自分がいなくても回る仕組みになってるわけですから、ね、自分が作った組織に代わりに働いてもらって、逆に自分は、ね、24時間365日の、まあ、例えば自由なら自由を、まあ、実現するというようなことですよね。まあ、投資家っていうのはそれをお金で実現しようとしてるわけですよね。まあ、自分の代わりにお金でに働いてもらって、ね、お金が働いてるから代わりに自分は働かないという選択ですよね。まあ、それによって24時間365日の自由というのを実現するということですよね。だから、ね、大事なのはどうやってじゃないんですよ、ね、そもそも何を目指しているのかという、ね、どこに行きたいのかって、どうやってっていうよりもどこにっていう方が圧倒的に大事であり、どこにっていうのが決まらないとどうやってっていうのを考えるのは意味がないんですよ、基本的にはね。だから夢が決まったら手段が決まってくるんです、ね、夢が決まるから手段が決まってくるんですね。でこういうふうになりたいといった時に、じゃあそれっていうのは、ね、例えば従業員で実現する夢なのか、ね、従業員で実現する夢なんだったら従業員で叶えればいいわけですよ、ね、だけどそれは従業員では叶わないと、ね、経営者または投資家のどちらかになるしかないということであれば、その、ね、経営者になるとか投資家になるっていうのを選択するしかないですよね。近くの店に行きたいっていうんだったら自動車を選択できますけれども、ね、海外に行きたいっていうんだったら自動車選択できないわけですよ、ね、それはもう空港に行って飛行機に乗るっていう選択肢を取るしかないですよね。とにかく大事なのはね、どうやってじゃないってことなんです。どこに行きたいんですかと。で、その目的地によって手段っていうのはね、変わってくるし、逆に目的地がはっきりすれば、手段っていうのはどうにでも選んでいくことができるということですよね。あくまでもどこにっていうのが先なんです。どうやってっていうのは後だということですね。で、そうしたときに、ね、まずはとにかくね、夢っていうのが大事なんですよ。で、その夢っていうのは、ね、人の夢とかね、他人の夢と比べる必要は全然ないんですね。自分の夢というのと他人の夢っていうのを比べることほど無駄なことはありません。意味がないですよ。ね、あの人はこういう夢を持ってるから、だから自分もこういう夢をね、描いた方がいいんじゃないかなとかってね、考える必要はないんですね。人っていうのはみんな違いますから、ね、その生まれ持った遺伝子も違うしね、その3歳までのね、自分が生まれ育った環境とか人間関係っていうのも違うし、ね、今までの人生体験も違うし、今置かれてる状況も違いますよね。みんな違うわけですよ。で、そうした時にね、あの人はこういう夢だから、だから自分もこういうのを夢として描いた方がいいのかなとかっていうふうにね、全然考える必要はないんですね。夢っていうのはね、自分のね、欲求欲望に正直になって、ね、それでね、自分は本当はこういうふうになりたいって言ったら、それをね、夢として、じゃあそれはどうやったら叶うんだろうということですよね。まあ、例えば近くのお店に行って美味しいものをたくさんお腹いっぱい食べたいっていうのも立派な夢なわけですよ。だったらその手段として、じゃあ自動車とかタクシーとかね、バスとかっていうのを選べばいいわけですよね。ね、だからその夢っていうのは他人と比べてのものではないんですね。比べることには意味がありません。例えばそのね、なんか大成功者がね、そのインタビューで答えていたと。ね、すごいね、もうみんなが知るような大成功者でね、その人が、ね、その例えば、ね、じゃあなぜあなたはね、こんなに大きな成功を成し遂げることができたんですかというふうにね、質問されたとして、でそのね、大成功者がね、いや、私は、もうとにかくね、社会貢献っていうのをね、考えてますと。日々ね、どうやったら社会貢献することができるか、まあ、この地方、この国、もしくはこの世界にどういうふうにしたら、ね、社会貢献できるかっていう、私は社会貢献を考えて生きていますと、経営していますということを例えば答えたとしますよね。でそれを例えば知った人間がですね、知った人がですね、ああそうか、やっぱりね、社会貢献が大事なんだなと。ね、あれだけ成功してる人が社会貢献を考えながらね、日々生きてるんだから、やっぱ社会貢献って大事なんだなと。だから、いや、自分もね、社会貢献を夢にした方がいいんだなとかっていうふうに思う必要は全くないということなんですね。で、なぜかって言ったら、その大成功者と自分は必ずしも一緒じゃないからなんですよ。で、置かれてる状況が全然違いますよね。
ね、その大成功者は大成功者だから社会貢献っていうのを考えてるんですよ、ね、要するに夢っていうのは満たしながら大きくなっていくものなんですね。ここもちょっと大事なことなので繰り返しますけど、夢っていうのは満たしながら大きくなっていくものなんですよ。夢っていうのは満たせば満たすだけ思い描く夢っていうのが大きくなっていくんですね。じゃあなんでその大成功者は社会貢献っていうのを夢として描いてるかって言えば、ね、それはそれまでに、ね、たくさんの夢をすでに叶えてきてるからなんですよ、ね、例えば美味しいものを食べたいとかね、どこかに旅行に行きたいとかね、もしくはそのお金の金額として、例えば年収いくらとか、貯金いくらとか、そういったことっていうのを叶えてきてるわけですよね。例えばその従業員数何人とかね、でそういったのをたくさん叶えていっていると、ね、夢っていうのは満たしていけばいくだけ次に描く夢っていうのはね、今まで描いてた夢よりもどんどん大きくなっていきますから、だから最終的にはもう社会貢献というふうに、ね、なってるわけですよね。でそれと全然状況が違う、ね、人が同じように社会貢献っていうのを考えたとしても、ね、それはうまくいかないんです。でそれはやっぱりね、自分の本心本音欲求欲望に正直になってないからなんですよね。もちろん、ね、今までいろんな夢を、ね、描いていろんな夢を叶えてきたっていうことで結果的に自分も本心本音から社会貢献したいというのであれば別に構わないわけですけど、ね、もしその状態にない、要するに今までね、あんまりそんなに、ね、あの夢っていうのをね描いて叶えてっていうことをやってきてないということであれば、もっとね、自分に正直に自分の欲求欲望に正直な夢の方がよっぽど、ね、実現できるし、また幸せなんですね。そう、だから他人の夢と自分の夢っていうのを比べる必要がありません。まあ、ちなみに起業ということに関して言うならば、ね、その自営業者になるとか経営者になるって言った時の、まあ、起業ということに関して言うならば、ね、たとえそのね、大成功者の人たちがね、いや、社会貢献を考えてきましたとかね、お客様の顔、ね、喜ぶ顔が見たくて、ね、起業しましたとかね、経営してきましたとかっていうのを、まあ、言ってる人たちがいたとしても、それは今だからそう言ってるっていうだけなんですね。すでに成功してるから言ってるんですよ。ね、実際起業してる人たちのもうね、起業する動機っていうのは基本的に一緒です。最初の何十年か前ですよね。その本当にだから30年前40年前の、ね、起業した最初のね、当初のね、起業する動機、なぜね、あなたは起業したんですかって言ったののね、もうみんなに共通してるのは、本心本音っていうのはお金持ちになりたかったからなんですよ。もうそれがね、もう全ての人に共通しています。もしその人が本当に成功してるというのであれば、もしその人が本当に成功してるというのであれば、ね、お金持ちになりたかったから起業したんですよね。お金持ちになりたいっていう夢があって、それを実現するためにはね、起業というのを選んだわけですよ。逆にね、それがない、いきなりね、いきなり社会貢献から入る人っていうのはもうね、潰れます、ね、会社がね、成長発展しないんですよ、ね、エネルギーが足りないんですね。そういうこう、いきなりね、今から起業しようといった時に、あのね、最初から社会貢献とかっていうのを頭で考えてね、始める人っていうのはうまくいかないんですよ。ね、もう起業するっていうのはもっと大きなエネルギーが必要なので、感情の力が必要なんですよね。欲求欲望の力っていうのが必要で、その人がね、起業してしかも成功したっていうんだったら、その人はお金持ちになりたかったからなんですよね。成功したかったから成功することができたわけなんですよ。そう考えると、結局起業っていうのも一つの手段ですよね。働き方、例えば自営業者になるとか経営者になるっていう働き方の一つの手段ですよね。ということは、別に万人にとって起業っていうのは最善最高の選択肢とは限らないんですよ、ね、全ての人にとって起業が答えというわけではないということですよね。なんでですかって言ったら、人はやっぱり違うからですよね。人はやっぱり違うからなんですよ。で、違っていいわけですよね。で、そうした時に、ね、起業に向かない人っていうのはね、欲求欲望が小さい人なんですよ、ね、例えばお金っていうのはね、まあ、自分が生活に困らない程度あればいいんだと、自分お金っていうのは自分に、ね、の生活に困らない程度あればいいということですよね。
ね、それよりはなんか自分がね気楽になんかねやりたいことをやりたいと、なんかね趣味を充実させたいとかね、家でのんびりしたいとかね、いうことであれば、ね、もう起業っていうのは選ぶ必要がないですよね。それだったら従業員でも全然満たすことができますよね。全然実現させることができるわけですよ、ね、自分は生活に困らないお金っていうのがあれば、ね、それで構わないと、ね、空いてる時間でね、結局ね、自分の好きなこととか趣味とかを、ね、楽しみながら、ね、まあ、気楽に生きていくことができれば、それが自分にとっての幸せなんだということであれば、全然従業員でも、ね、理想の人生って実現することができますよね。むしろ従業員の方がはっきり言って労働時間は短いしね、責任は小さくて済みますよね。ね、もうそれこそその抱えないといけないね、ストレスとかプレッシャーなんかも小さいわけですよ。ね、まあ、圧倒的にそのね、毎月安定したお金っていうのを見越すことができますから、毎月20日とか、毎月25日に安定的に、ね、得ることができるお金っていうのを期待できますよね。経営者よりも、ね、小さな責任で小さなプレッシャーで、ね、そして労働時間も短くて、ね、っていうことで、ね、働くことがね、例えば自分の仕事っていうのは8時5時で、ね、決まってますとか、9時6時で決まってますとか、ね、例えば土日祝日休みですとかっていうことでいけば、まあ、基本的には働く時間は短いし、ね、給料の安定もあるしね、自分の理想の人生っていうのは、まあ、お金っていうのは、ね、生活に困らないぐらいあれば、まあ、あとは空いてる休みの日に、ね、自分の好きなことを、ね、例えば趣味とかをやれたら、もうそれで十分、ね、自分は幸せなんだということを考えているということであれば、別に、ね、起業なんていうのを選ぶ必要は全くないわけですよ、ね、それはそれを、ね、実現させる方法っていうのはあるし、従業員で十分に満たすことができますよね。それはそれで一つの人生なんです。それはそれで一つの、ね、人生ですよね。その人が選択した人生ということになります、ね、ではもし起業っていうのを選ぶっていうんだったら、どう考えても従業員じゃ実現しないことを考えてるからですよね。選択肢として従業員っていうのを選ぶことができないことを考えてるから起業っていうのを選ぶわけですよね。要するにこうアメリカのカリフォルニアに、アメリカの、ね、グランドキャニオンに行きたいって言ってるのに、ね、電車がいいのかバスがいいのかタクシーがいいのかって検討することは意味がないですよね。飛行機しかないですよね。飛行機しか選択することができないわけですよ。でそれと一緒で、その人がもし本当に起業っていうのを、ね、選択するというのであれば、従業員じゃ絶対叶わないことを考えてるからですよね。例えば億を稼ぎたいとか ね、従業員ってじゃあ億稼げますかと、ね、今やってる仕事を、ね、もっと一生懸命やれば、もっと頑張れば、もっと気合い入れれば、もっと根性を出せば、ね、今働いてる従業員というその仕事で、ね、一体何年後に億稼げるんですかって言った時に、可能性がないですよね、基本的にね。その気合が足りないとか根性が足りないとか努力が足りないとかっていう云々じゃなくて、選んでる選択肢が違うわけですよ。夢に合ってないわけですよね。ね、アメリカ の、グランドキャニオンに行きたいって言ってるのに、いやーもうちょっとね頑張ればなんか行けそうな気がするんですよね、自動車でもとかね、いやもっと気合い入れれば電車でも行けそうな気がするんですよねとかって言ってるのと同じですよね。行けないですよね。で選択肢が違うわけですよ。夢に対して手段がね、夢手段の選択が間違ってるわけですよ。だったらもう起業しかないということですよね。もう自分でね、自分の人生に全部かけてね、勝負かけてみるしかないわけですよね。ね、だから例えば毎月ね、自分はね、生活に困らない程度の、ね、お金があれば十分なんだと、それで自分は幸せなんだと、ね、自分はそれに対して、ね、満たされていると感謝してますと、ね、いうことで生きていきたいっていうんだったら、その人にとって起業っていうのは取らなければならないリスクに対して、ね、求めているものが小さすぎますよね。そんな小さなものをね、獲得するために取らないといけない、ね、リスクが大きすぎるわけですよ。ね、だから取る必要がないんですよね。いや、それって別に起業しなかったとしても十分満たせますよね、という話ですよね。だけど、例えば億稼ぎたいと、ね。いや、自分はもうとにかく億を稼ぐことしか考えてないんですと。ね、もう億を実現したいんですと、ね。っていうことであれば、今度はね、もう
起業しか逆になかったりするわけですよ。少なくても従業員で、ね、いや今従業員なんですけど、もっと頑張れば、もっと気合い入れれば、もっと根性出せば、いつか億稼げると思うんですよねとかって言ってたら、いやいやいや違いますよと、ね、違いますよねと、ね、海外に行きたいって言ってるのに、ね、電車で、ね、もっと頑張ればとか、ね、自動車でもっと頑張ればって言ってるのと同じで、まあまず無理ですよねと、ね、そもそも選択肢、あ、夢と選択肢が合ってないと、手段が合ってませんよねっていう話になりますよね。で、億を稼ぐと、それぐらい大きなことを考えているから、だったら企業で、ね、取らないといけない、ね、リスクっていうのがあったとしても十分挑戦する甲斐があると。一生一回だと、一生一回だから、ね、当然企業にはリスクがあるかもしれないけれども、ね、でも自分はもう億を稼ぐっていうことを、ね、夢としているので、だからその夢に挑戦するために企業という手段を選ぶということですよね。大事なのは、ね、とにかく夢が先だっていうことなんですよ、ね、理想の状態が先なんです。手段が先じゃないんですね。どうやってっていうのが見えたら夢が決まるんじゃないんですよ、ね、自動車って決まって、ね、アメリカの、ねね、グランドキャニオンっていう、ね、夢が、ね、描けるわけじゃないんですよ、ね、いや自動車がいいか電車がいいかバスがいいか、それが決まったら、ね、行き先が決まるんですけどっていうのは順番が違うんですよね。ね、もう自動車って選んでしまった瞬間に、もう自分が選択できる目的地って相当限られますよね。少なくても海外は選べないわけですよ。で、そうだったら、もし海外っていうのを選びたいんだったら、まず夢が先ですよね。目的地が先なんですよ。目的地があって、自分はこういうふうになりたい、それを実現させるための手段として何があるんだろうっていうことで、手段っていうのは後から決まってくるということです。だから人生とは夢の追求であり、経営というのは夢の追求なんですね。で、その夢っていうのは自分独自でいいんですよ。今この瞬間ね、本当に自分が叶えたいことであってもいいんです。他の人がね、なんか社会貢献とかいろんなことを考えて言っていたとしても、自分がそこに対してね、気持ちが入らないんだったら、少なくても自分にとっての、ね、夢っていうのはそうじゃないんですね。夢っていうのは他人と比べてどうこうっていうことじゃないんですよ。本当に自分が今この瞬間満たしたら最高に幸せを感じられるものが夢ですよね。そしてもし起業ということに対して限定するならば、もう起業して成功した人がいるっていうのであれば、その人は間違いなくお金持ちになりたかったんです、ね、だから従業員じゃなかったわけですよ、ね、従業員だったらもう自分が、ね、生涯で得ることができるあのお金っていうのはもう計算できますよね。毎月の給料をかける 12×2× かける、ね、何年間って出せば、だいたい生涯賃金っていうのはもうだいたい予測できますよね。いやそれじゃダメだと、ね、自分が考えてるのは、ね、1年で億を稼ぐことであり、ね、っていうことであったら、もう従業員っていうのを選べないわけですよ、ね、リスクがあったとしても目指しているものが大きいので、だからリスクを取って挑戦するわけですよね。なので夢が先だということです、ね、でその夢っていうのは他人と比較する必要は全然ないです、ね、全て自分の人生なので、ね、自分が、ね、これが幸せだと、自分はこういう気質なので、こういう個性なので、ね、こういう価値観の優先順位なので、自分にとってはこういう人生が幸せなんだっていうんだったら、それを実現させる手段なんていうのは無限に存在していると。どの手段だったとしても、ね、選ぶことができるわけですよ、ね、もし夢があって目的地がはっきりしてるならば、その夢を叶えるための手段なんていうのは選べるわけです。その目的地に到達するための手段っていうのは選べるんですね。逆じゃないんですよ。手段が先じゃないんですね。夢が先なんです。夢が決まって、目的地が決まって、どこにというのがはっきりすれば、手段を決めていくことができるということですよね。だから人生というのは夢の追求であり、ね、経営というのは夢の追求なんです。だからまずは夢を常に確認し続ける。自分はどういうふうになるのが理想なのか、自分はどういう状態になるのが理想なのか、自分にとって最高の人生ってどういう状態なのかっていうのを常に確認し続けるんですね。そしてそれを常に目的地っていうのを自分は毎日毎日確認し続ける中で、じゃあどうすれば叶えられるのかっていうね、手段っていうのが2番目に来るわけですよね。目的地が決まってるから、どうすれば夢が叶えられるのか、どうすれば夢が叶えられるのか、どうすれば夢を叶えられるのかっていう方法が決まってくるわけです。で、方法まで決まった、自分はもう夢という目的地もある、どうすればっていうのをね、思いついている。だったらもう行動するだけですよね。
もう実際思いついたことは全部やると。でこれはね、夢をね、叶えるのに1ミリでも1、ね、1センチでも1ミリでも近づくことができるかなと、ね、その1センチでも1ミリでも近づく可能性がある行動っていうのはもう思いつく限り全部やるということですよね。で夢を確認し続けて、どうすれば夢を叶えることができるのかを考え続けて、思いついたことを全部やる。夢を叶えるためにできることがあるならば全てやるということですよね。それをやり続けたら、ね、夢を叶えることができる、すなわち自分が本当に行きたいと思っているところに到着することができるというお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。